チョコレートの旅、今宵もロイズとスイートな時間へ。西洋と東洋の文化が交わる国際都市香港。世界屈指のビジネス拠点であると同時に、ここはスイーツのパラダイスでもあるんです。これは香港の伝統のデザート、亀の甲羅が入った亀ゼリー。お肌に良いそうです。カスタードクリームたっぷりのエッグタルト、色も鮮やかなマンゴープリンなど、一度は食べてみたい名物スイーツの数々。そしてショッピングモールの売り場には世界中のチョコレートがずらりと並んでいます。さすが世界貿易の街。いや、好中意朱古力嘅佢哋，但系比较中意食冇咁甜嘅咯，系啦。ロイズのお店はここ香港にもあるんです。世界中の高級品を扱っているショッピングモールなど、香港中心部に現在5つの店舗を展開しています。さて、その評判は？中意啊！我中意食佢啲綠茶朱古力咯，其實就雖然住得好遠，但系都會過嚟買咯，因為平時都有買開。喺呢度就其實識咗好多客人嘅，因為其實佢都會成日嚟買，都有翻啲熟客啦。咁佢哋都會成日嚟買嘅，咁都好似都成日都會傾偈，好似一個屋企人咁樣咯。北海道から海を渡り香港へ、ここでも親しまれているロイズのチョコレート。美味しさの笑顔は世界共通ですね。チョコレートの旅、北海道から世界へ美味しさを、ロイズの提供でお送りしました。